はい、こんにちは、116ウィンズです。スプリングトレーニングもいよいよ実践というところに、入ってきているわけなんですけれども、このオフシーズンを賑わせてきたヒューストンアストロズについても、ついに試合が始まったわけなんですけれども、これまでアストロズは、サイン盗みの問題が発覚してからあまりこうファンと直接的にはなかなか接する機会っていうのは多くはなかったんですけれども、ただ今回ですね、ついに試合が始まってしまったというところで、どうしてもですね、ファンと接する機会っていうのは、増えてきてしまったわけなんですけれども、スプリングトレーニングとはいえ早速事件というのが、いくつか起きたみたいですので、今回はですね、そちらについて話していこうかなと思います。はい。で、一つ目はですね、オープン戦の開幕戦で起きたことなんですけれども、アストロズを批判するようなボードを掲げるファンがどうも現れたみたいなんですね。こちらのツイートにもあるように、ヒューストンアスタリスクスと書かれた、ボードなんですけれども、アスタリスクはよくこう注釈とかに使われる記号なんですけれども、要するにですね、2017年のアストロズっていうのは、お前らの功績っていうのは、アスタリスク、注釈がつく、疑惑のあるようなものなんだぞということを表した、ボードになると思うんですけれども、こちらのボードを掲げたところ、アストロズのですね、球場スタッフに即没収されたみたいなんですね。ツイッターなんかでは、こちらの事件のことを、アストロズの今季初のサイン盗みというふうに、言う人もいて、それはなかなかうまくいってるなと思うんですけれども、要するにですね、アストロズとしても、批判は許さないぞというチームのスタンスをかなりクリアにした事件だと思うんですけれども、ただ正直、ちょっとこれは逆効果なんじゃないのかなっていうのは個人的に思いますね。アストロズとしては少しでも批判をかわしたいという思いが多分あるんだとは思うんですけれども、ただこういうふうに、いわゆる過剰反応をすることによって、逆にそのアストロズに対して、負の感情を抱いている人たちの、行動を助長させてしまう恐れがあると思うんですよね。結局自分たちに負の感情を抱いている人に対して、私たちのことを批判しないでくださいって言ったところで、そんなん絶対やめるわけがないわけじゃないですか。むしろ面白がってさらに批判の手を強める可能性の方が、高いと思いますので、アストロズはここで無視するっていうことが、一番、最善の手だったと思うんですけれど、ただこういうふうにですね、球場スタッフが、即その暴動を没収してしまったというところで、またですね、アストロズに対する批判が強くなってしまいましたし、でおそらく悪意を持ったファンも面白がって、こういう暴動をさらに掲げるようになったりすると思いますので、アストロズとしてもですね、全くメリットのない行動だったんじゃないのかなっていうところはちょっと思いましたね。で、次なんですけれども、今日スプリングトレーニングの3戦目のデトロイトタイガース戦があって、この試合からですね、アストロズの主力の選手たちが、結構試合に出てきたんですけれども、ホセ・アルトゥーベですとか、アレックス・ブレグマンですとか、カルロス・コレアっていうところが、一斉に試合に出たわけなんですけれども、特にですね、アルトゥーベに対するブーイングがすごかったですね。で、スプリングトレーニングって割とこう、のんびりとした雰囲気で試合が行われる感じなんですね。私も実際にアリゾナの方の、スプリングトレーニングを現地で見に行ったことありますし、雰囲気としては、アリゾナにしても、おそらくフロリダにしても、やっぱりこう、仕事をリタイアした人たちが、のんびりとこう、野球を見て楽しむっていう感じの、空気感だったんで、そんなこう、ブーイングがすごい発生するような、全然雰囲気じゃないのが、普通だとは思うんですけれども、ただですね、今回ホセ・アルトゥーベの打席においてはですね、もう本当にですね、もう球場中から、もう大ブーイングが、巻き起こってですね、で、本当にここはスプリングトレーニングなのかって、ちょっと正直映像を見て思ってしまうぐらいの、ブーイングだったわけなんですけれども、アルトゥーベ自身は、そこまで気にしていないような、コメントは出してはいたんですけれども、アルトゥーベが三振した打席では、もう球場中から大歓声が起きましたし、本当にですね、ちょっと異様な空気の中で、試合が行われている感じでしたね。で、さらに、第3打席には、アルトゥーベデッドボールを食らったんですね。で、私、今朝ですね、ツイッター見て、アルトゥーベが今年初めて試合に出て、デッドボール食らったというニュースを聞いて、あ、もう来たのか、わざと、誰かぶつけるやつ出てきたのかってちょっと思ってしまったんですけども、一応ですね、ピッチャーの名誉のために言うと、変化球で、しかも足に当たったっていうところで、おそらくわざとではないとは思うんですけれども、デッドボールをアルトゥーベ食らったことによって、多少の歓声が上がるのもありましたし、またツイッターなんかを除いても、結構ざまあみろみたいな、コメントもありましたし、今後も増えるだろうみたいな、
まあ、ツイートもあったので、まあちょっとですね、まあスプリングトレーニングまだまだこう試合は始まったばかりではあるんですけれども、まあちょっと波乱の幕開けになったなという印象ですね。まあなので何度か言ってますけれども、まあ正直ですね、スプリングトレーニングとは思えないような空気になってますね。まあそれだけアストロズが犯した罪が重かったということにはなるんですけれども、まあ今回ご紹介はしてないんですけれども、まあドジャースファンがですね、アストロズベンチに向かってこう怒りをあらわにする場面もまあありましたし、まあ正直ですね、普段我々が見るようなこうほのぼのとしたスプリングトレーニングの空気とは全く異なるような状態でもうすでにスタートしているわけで、で、この感じでレギュラーシーズン始まったら正直どうなっちゃうんだろうっていうふうにも思いましたね。まあスプリングトレーニングで使うような球場の収容人数なんてたかが知れてるので、まあ、大ブーイングって言っても、まあ、大したことないのかもしれないんですけれども、まあ、これが例えばアウェーのニューヨークとかアウェーのボストンとかになったら、もう球場中の大ブーイングっていうのがもう全然レベルの違うものになってくるわけですし、まあ、これがですねアストロズの選手だったり、まあ、あのフロントコーチ陣に対して、まあ、どのような心理的な影響を与えるのかっていうところが、まあ、ちょっと注目されるところですよね。まあ、普通にやればアストロズ強いと、まあ、私は思ってはいるんですけれども、まあ、ただ今年1年はですねアストロズにとっても、まあ、非常に長い1年になりそうだなという、まあ、ところでですね、この動画は以上にしたいと思います。今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。